はいどうもミスターホワイトです。ドジャースのシーズンが開幕して6日目になります。で、今のところ皆さんが注目している大谷の成績ですね、2024年の成績がですね、29打席立って7安打0本塁打2打点打率が2割6分9厘長打率が3割4分6厘 OPS が656と、まあね、そう2023年昨年のですね44本塁打 OPS 1066と比較してしまうと、大谷大丈夫か、散々な結果じゃないか、是風潮なんじゃないかというような意見を持つ人が多いと思います。で、そのやっぱ是風潮の要因としては、やっぱいろんなメディアでは水原氏の一件が関わってるんじゃないかなという、まあ、意見がよく見られるんですが、実際ホーム開幕4連戦のカージナルス戦ですね、そこのですね結果データを見ると、まだまだそこのメンタル面というふうに結論付けるには早いんじゃないかなと僕は思っています。ということで本日のテーマですね、大谷は本当に是風潮なのか、成績が出ない要因をデータ分析してみたというテーマで話していきたいと思います。基本的にはですね、2023年の成績と2024年の現時点での成績結果データから、まあ、成績不振の原因を徹底追及していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、2023年の右投手と左投手の成績をそれぞれ見ていきたいと思います。右投手に対しては429打席立ってホームランが33本、打率が3割2分7厘長打率が701の OPS が1132と、左投手に関しては170打席立ってホームランが11本、打率が2割4分5厘、長打率が532の OPS が897という結果になっています。やっぱりですね、その OPS897 もめちゃくちゃすごいんですが、まあ、でも大谷にとっては右投手か左投手かっていうと、やっぱり右投手が得意で左投手が苦手っていうのが分かります。で、メジャーの場合は右投手が多くなってきますので、この場合はですね、左投手が170打席に対して右投手が429打席ということですので、やはりこの右投手に強いという点が、やっぱりその大谷のホームラン44本、 OPS 1066の一つの要因になってくると考えられます。で、その下がですね、コース別の打率になります。左から全体、右投手、左投手になるんですが、まあ、全体を見るともう大谷苦手なコースないじゃんというふうに思うんですが、やっぱりその左投手だけに絞ると、やっぱりその低めの球がかなり苦手、左投手ので、特にその外角にもう投げ込まれてしまうと、もう手も足も出ないっていうような成績ですよね。で、これ長打率で見ると、やっぱりその右投手でもどちらかというと外角か内角かっていうと、内角の方が得意で外角が苦手と、長打がちょっと落ちるっていうような感じですね。で、左投手は打率と一緒で、もう低めに徹底的に攻めれば、まず大谷に長打を打たれることはないと、いうような結果が2023年のデータから分かっています。それではですね、2024年の成績に移っていきたいなと思うんですが、まずあの右投手と左投手の成績になりますが、まずですね、右投手に対しては16打席立ってホームランが0、打率が3割5分7厘、長打率が4割2分9厘の OPS が804。左投手に対しては13打席立ってホームランが0の打率が1割6分7厘、長打率が250の OPS が481という結果なので、まあ、そもそもですね、右投手の対戦が16に対して左投手の対戦が13ですからね、左投手の対戦の比率が高いです。なので、そこがですね、まず一つ大谷の、まあ、OPS656 という成績不振につながってるんじゃないかなと僕は思ってます。で、下のですね、コース別の投球を見ていただければわかるんですが、もう徹底的に大谷の得意な高めと内角の球少ないですよね。右投手でも左投手でも。で、左投手なんて本当に顕著に外角低めを攻めてるなっていうのが、このコース別投球で見てわかると思います。で、その結果これですよ。コース別の打率になります。右投手の場合は得意の高め内角に慣れてもらっていないため、まあ、成績が全く出てないという、なんとか右投手からはあえて言うなら苦手な外角低めを捉えてるというような印象を受けますね。で、左投手に対してはやはり外角低めを徹底されてるので、
このありさまなんですよね。なのでやっぱ大谷の場合、左投手に対しては高めでないと厳しいことが、まあ、今のところこの3月31日でまだ始まったばっかりですけど、2024年のコース別の打率を見てわかると思います。で、実際の対戦も見ていきましょう。こちらはですね、3月29日のカージナルス戦になります。大谷がノーヒットで終わった日です。先発はザック・トンプソンという左投手です。2023年の成績は5勝の防御率が 4.48、 ウィップが 1.42 のクオリティスタートパーセントが 11% と、もう本当に何でもない左投手です。で、スライダーフォーシームを軸にするスタイルで、特に突出した球種はないんですが、このスライダーが、左投手のスライダーが大谷めちゃくちゃ不得意なんですよ。右下の黄色の部分が2023年の大谷の左投手に対する球種コース別の打率になるんですが、フォーシームとスライダーを、並べてます。なんでしょう、このスライダーですよね。特に外角低めのスライダーはかなり苦手としているのがここからわかると思います。内角はですね、あえてそのゾーンの外だったらこう打てるっていうような感じですよね。ただこの外角はもう手も足も出ないと、左投手のスライダーはっていうのが2023年のデータで見てわかります。で、1打席目サードフライで終わってるんですが、徹底した外角攻めですよね。ちょっとフォーシームは高めに慣れてるんですが、やっぱりポイントはですね、外角低めにスライダーを集めてることですよね。やっぱ大谷がこの外角低めの左投手のスライダーが苦手っていうのが分かってるんです。で、2打席目これも徹底したスライダー攻めですよね。2球連続のスライダーで、まあ、レフトフライに打ち取ると。で、3打席目がセカンドゴロのダブルプレーなんですが、これはもう4球続けてスライダー、もう完全に分かってると。で、唯一スライダーでも打てる外角高めのところに4球目慣れてるんですが、やっぱりこのね、3球続けてのスライダーからの最後もスライダーっていうのがやっぱ意表をついたといったところで、ここはやっぱバッテリーの戦略勝ちかなっていうような感じはします。で、結局ですね、まあ水原氏の件でメンタルが崩壊してるうんぬんっていうのがメディアで騒がれてますが、まあ、僕は是風調ではなく、ただ単に苦手な外角低め、しかも左投手のスライダーで徹底的に攻められてるだけだと、思っています。じゃあ、今後じゃあ左投手に対して大谷選手どうしたらいいのっていうところなんですが、で、まずはですね、得意の高めの球をですね、いかに見逃さないかが重要になると思います。右の黄色い部分がですね、2023年の大谷の対左投手の2塁打3塁打本塁打のコースになるんですが、まあ、全球種で見てもスライダーで絞ってもやっぱりこの高めの球を捉えてますよね。なので、ここをいかに逃さないかが鍵になると思います。実際ですね、3月31日のカージナルス戦、スティーブン・マッツ、こちらも左投手になるんですが、2塁打を放ってます。で、この2塁打を放ってるのが、まあ、1球目スライダー、2球目チェンジアップの高めの球を捉えて2塁打を、決めてるので、やはりこういったところが、得意なコースを見逃さないというところがポイントになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あともう一点はですね、やっぱり左投手の外角低めを克服することですよ。やっぱりですね、皆さんも大谷の2023年の成績を見たら本当にもう完璧な選手だと思われるかもしれませんが、やっぱり弱点ってあるんですよね、誰にでも。なので、その分ですね、やっぱ大谷翔平にもですね、さらなる成長、伸びしろがあるわけですから、それを期待、楽しみにしたらいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。以上となりますが、引きずりこういった形で野球データで遊んでいく動画を作っていきますので、この動画いいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。